北海道はでっかいどー、うまい酒が飲みたいどー、ジンギースカン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 乾杯、シータンの気ままチャンネル始まるよ。始まりました、シータンの気ままチャンネル2021。というわけで、皆様今回もどうぞよろしくお願いします。この動画を撮影してるのが1月の30日なんですけれども、明けましておめでとうって言ってからね、もう1ヶ月が終わろうとしてるなんて本当に早いなって感じてるんですけれども、私現在ですね、宮城県の仙台市にね、在住してるんですけれども、すごいね今日寒いんですよ。っていうのもなんかね、仙台ってそんなに雪が降らないはずの地域なんですけれども、まあ降ることは降るんですけどね、そこまで雪がね、たくさん降るっていうわけでもないんですけれども、今日はもうね、昼ぐらいからね、結構雪が降っておりまして、で昨日の夜もね、ちなほら雪が降ってたんですけれども、私の地元が北海道の釧路っていうところで、釧路もね、そんなに雪が降らない地域なんですよ。で、北海道はでっかい道なので、まあ、北海道の中でも雪が多い地域、まあ、札幌だったりとか旭川だったり結構雪が多いんですけれども、太平洋側の釧路は、まあ、そこまでね雪が降らない地域ということで、まあ、そんなにねどか雪がドーンっていうことはないんですけれども、釧路もね結構雪が今降ってるらしくって、で特にもともと雪が多い地域、まあ、秋田県だったりとか、あとは北陸新潟県だったりとか、本当に今年は各地でね雪の被害が多いなと感じていて、皆さんね本当に特に夜とかね、雪に気をつけて、過ごしてほしいなって思います。普段雪がね、降らない地域とかでさえも、愛知県とかね、あんまり雪が少ないはずの地域でもね、今雪が結構降ってるっていう風に聞いておりますので、皆さんくれぐれも本当に安全に過ごしてください。というわけで、今回はですね、今回はというか今回からですね、私は普段、こちら、はい、ギターの弾き語りシンガーソングライターとして活動してるんですけれども、私9年ぶりにねこの YouTube チャンネルを再開したんですけれども、9年前によくやっていたことがあります。それは歌ってみたシリーズということで、今回からですね歌ってみたの方も復活させようかなと思います。はい、で歌ってみたシリーズなんですけれども、もちろんね阿部静香のオリジナル曲を皆さんに知ってもらうのが大前提なので、そんなにね頻度は多くないかなと思うんですけれども、阿部静香のなんだろう、阿部静香の個性再発見じゃないですけれども、オリジナル曲以外の歌を歌う姿っていうのはライブではやらないことなんですよ。っていうのもライブとかでは阿部静香のことを知っていただくチャンスなので、オリジナル曲以外は基本的に歌っておりません。でもこういう不特定多数の方が見てくださるチャンネルだったりとか、あとは配信アプリだったりとかでは、阿部静香のいろんな一面を皆さんに知っていただくっていう意味合いでも、こういった歌ってみたシリーズだったりとか、あとは配信の方ではねカラオケナイトをやったりとか、いろんな面をね皆さんにお見せしております。なので今回からこの歌ってみたっていうのもちょっと復活させようかなと思っておりまして、ぜひですねオリジナル曲以外の歌を歌う阿部静香もですね、ぜひ皆さんに見ていただけたらなと思います。で少しでもね、あこの曲知らなかったけどこういう曲いいなとか、あとは私がその曲に対する思い入れだったりとか、そういうこともねちょっとお話ししていけたらいいなと思っております。で早速なんですけれども、今回はアイウィッシュさんの明日への扉という曲を歌わせていただきました。でこの曲はですね、実は私のお母さんが私が歌う曲の中で一番好きと言ってくれた曲なんですよ。で昔はね愛のりっていう番組がすごくね流行ってたと思うんですけれども、その愛のり私も見てました。いつかねあのラブワゴンに乗りたいとかってね思ってた時期もありまして、実はねでも引っ込み思案だった私はね一歩踏み出すことができずにね、ただただ時間だけが過ぎてしまって、結局はその愛乗りに出ることもなく終わってしまったんですけれども、その愛乗りの主題歌だったんですよね。でこの明日への扉、この曲がね本当に大好きで、で家族でねカラオケに行った時にお母さんの前で歌った時に、あ
あなたのね、あなたってなんか家族であなたって言わないけど、なんかこの曲を歌う姿がすごくいいと褒めてもらって、で、そのたんびに家族みんなでカラオケに行くと、しずあれ歌ってよ、浅井の扉みたいな感じでいつも言ってもらってました。で、シンガーソングライターとして活動するようになってからも、実はこの曲をね、みんなの前で歌う機会が一度だけありまして、今から何年前だろう、本当に活動初期の初期の頃に、こうね、シンガーソングライターがカラオケを歌うみたいな企画があって、その時にもね、この曲を歌ったんですよ。だから、すごい私にとってはね、思い出の強い一曲でございます。今もね、弾き語りね、ライブとかではやってないですけど、まあ、たまにね、スタジオライブ配信、17ライブのスタジオライブ配信とかでも、この曲をね、ギターで弾き語りしたりもしてるんですけれども、今回は歌ってみたということで、ギターを使わずに、カラオケの音源を使って歌っております。ぜひ、阿部静香の、新たな一面を皆さん発見していただきたいなと思います。それでは、阿部静香で、アイビシさんの、明日への扉、歌ってみた、ぜひ聴いてください。光る汗 T シャツで会った恋、誰よりも輝く君を見て、初めての気持ちを見つけたよ。新たな旅が始まる。雨上がり気まぐれ青い風、強い日差しいつか追い越して、これから描いてく恋の色、始まりのページ彩るよ。占い探し二つの星に、二人の未来を重ねてみるの。かさぶただらけ取れない心、あなたの優しさで塞がる。いつの間にか隙間空いた心が満たされてく。ふとした瞬間のさりげない仕草、いつの日にか夢を語るあなたの顔をずっと見つめていたい、微笑んでいたい。大切な何かを守るとき、踏み出せる一歩が勇気なら、傷つくことから逃げ出して、いつもただ遠回りばかり、行き場なくした強がりの癖が心の中で戸惑っているよ。初めて知ったあなたの想いに、言葉より涙溢れてくる。少し幅の違う足で一歩ずつ歩こうね、二人で歩む道でこぼこの道、二つ鬼の白い地図に記す小さな決意を、正直に今伝えよう。耳元
ことに聞こえる二人のメロディー溢れ出す涙こらえてありきたりの言葉あなたに言うよこれからもずっと一緒だよね抑えきれないこの気持ちが二重紺地の空から光る雫として降り注いだ気がついたら心の中優しい風が吹いて明日への扉そっと開く言葉が今時を超えて永遠を突き抜けるいくつもの季節を共に過ぎてたどり着いた二人の場所長すぎた旅の後誓った愛を育てよう愛美酒さんの明日への扉歌わせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。その当時の思い出だったりとかね、そういったことが頭の中でこうぐるぐるエピソードとして出てきたりもしたんですけれども、家族でねカラオケに行ってた時に、うちのお母さんは私は歌わないからって全然ね恥ずかしがって歌わないんですよ。で私ね3姉妹の真ん中で姉と妹がいるんですけど、どっちかというと、まあ、私が一番歌うことが好きなんですけど、妹とお姉ちゃんと、まあ、みんなね歌ってて、いやお母さんもちょっと歌いなよみたいな感じでマイクをこう回したりとかね、じゃあみんなでこれ歌おうって言って回した時にお母さんがって言いながらも歌うんですよ。そしたらね、そっからお母さんマイク離さなくなるんですよ。だから本当はね歌うこと大好きなわけでも、なんかねもったいぶってね全然歌ったりしないのね。まあ、そんなお母さんが阿部静香が歌う、カラオケの曲でこの曲が一番好きって言ってくれて、まあ、私もねそれから自信を持ってこの曲をねもっともっとたくさんの人に聴いてもらいたいって思って、まあ、カラオケでもねいろいろと歌ってきた大事な一曲でございました。また次回からね弾き語り動画だったりとかこの歌ってみたシリーズも継続していきたいだと思っておりますので、いろんな一面をこの YouTube チャンネルを通して見ていただけたら嬉しく思います。というわけで、次回の動画もね楽しみにしててほしいんですけれども、阿部静香日々の活動は無料配信アプリ17ライブ、そしてですね、Twitter、Facebook、Instagram、ブログなどでも発信しておりますので、ぜひ皆様ね今このコロナ禍でお家の中で過ごされる方も多いと思います。そんな皆さんの日常の中にこの阿部静香のね何かしらの配信だったりとか何かしらの媒体でね皆さんにたくさん、楽しみを与えていけたらなぁなんてねちょっと思っておりますので、私も精力的にこの YouTube どんどんね発信していきたいと思いますので、ぜひ皆様チャンネル登録がお済みじゃない方はチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。